ビルマのマウントバッテン伯爵は、連合王国貴族の伯爵位。1947年に、ルイス・マウント・バッテンが除されたのに始まる。ビルマの初代マウント・バッテン伯爵、ルイス・フランシス・アルバート・ビクター・ニコラス・マウント・バッテン、王立海軍元帥の初代ミルフォード・ヘイブン公爵、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンとその夫人である、ビクトリアの間の次男である、 ルイス・フランシス・アルバート・ビクター・ニコラス・マウント・バッテンは海軍軍人となり第二次世界大戦中に東南アジア連合軍最高司令官を務め日本軍からビルマを奪還した人物である。彼は戦後の1946年8月23日には連合王国貴族借位サウサンプトン州におけるロムジーのビルマのマウント・バッテン死者区に助せられた。この借位は 初代白の客室の男系男子に次いで、初代白の娘とその直系の男系男子を特別継承者とする規定が付けられていた。ついで1947年2月に最後のインド総督に任じられ、インドパキスタン分離独立の処理に当たった。同年10月28日には、連合王国貴族サウスアンプトン州における、ロムジーのロムジー男爵とビルマのマウントバッテン伯爵に助せられた。 いずれもマウントバッテン施策くらいと同じ特別継承者の規定が付けられていた。その後も海軍軍人として地中海艦隊司令長官や軍令部総長、国防総参謀長などを歴任したが、1965年に引退。そして1979年8月27日にアイルランド共和軍により爆殺されるという末路をたどった。なお、初代は、 ビクトリア女王のひ孫にあたるとともに、エリザベス2世女王の夫である、エディンバラ公、フィリップのお辞にあたる。初代白には男子がなかったが、特別継承者の規定があったため初代白の暗殺後、長女のパトリシアへ同意な、ビクトリア・ナッチブルが二大白衣を継承した。彼女は、就職前の1946年に第七代、ブレイバーン男爵ジョン・ナッチブルと結婚していた。 そのため、その間の長男であるノートン・ルイス・フィリップ・ナッチブルは、2005年の父の死に伴って、ケント州ブレイバーンのブレイバーン男爵と、その従属称号巡男爵を継承し、ついで2017年の母の死で、ビルマの第三大マウントバッテン白爵位以下の三つの爵位も継承した。2019年現在の当主も彼である。現当主ノートン・ナッチブルは、以下の爵位。 順段尺位を保有している。ビルマのマウントバッテン白尺マウントバッテン家、ナッチブル家系図。ありがとうございます。